よし。じゃあソフトオークのラーメン会を始めます。はい、お願いします。お願いします。お願いします。すごい雑なくくりだよね。LINE 見たときびっくりして、こんなくくり方あるんだと思って。まあでも、ラーメンに興味持ってる新ニュースいっぱいいるでしょ。確かに。はい。つくばね、美味しいラーメンが。ね、カオスなんだよな。よくこのメンツでやろうってやった。面白いよくこのメンツで OK、ゴーサイン出してやるね、考えた人も。結構ね、他のグループにはない面白さがここにあると思う、俺は。やっとそう思います。サーチから自己紹介をお願いします。はい。はい、社会学類2年のサーチカンタです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。社会工学類3年の杉浦です。よろしくお願いします。次、大里。はい、物理学類3年の大里和久です。お願いします。お願いします。三井さん、お願いします。社会工学類4年の三井俊樹です。よろしくお願いします。お願いします。数理物質科学研究群、応用理工学位プログラム物理電子物理工学サブプログラムの野本明です。よろしくお願いします。どこですか？どこですか？違う、学位とかないんよ。ということで野本さんが、院の1年生で、他が今、まあ、学群生ということなんですけど、オーリーって言えばよかった。オーリー。あ、そうですね。学位の野本さんは学位の時は。オーリー、応用理工学類ですね。ですよ。わかった。じゃあちょっとやり直すわ。はい、もう一回やるわ。ちょっと戻っちゃってるんですけど。大丈夫でしょ。戻っちゃってるんで、ちょっと。もう一回やるわ。ちょっと、はい、カットを考えたら。カットできるんで。はい。カットで。テイク2で。OK ですか。OK、じゃあ、野本さんお願いします。はい。2019年度応用理工学類卒業の卒業した野本明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野本さんは学類の時にうちの部活に入っていて、まあ、今、今年から院っていうことで、ですよね。はい、そうですね。なのに今日わざわざ来ていただいたっていう、本当。いえいえ、もうせっかくお誘いいただいたんで、ちょっと、このメニュー、面白そうだなと思って。面白そうにしてませんね。で、こんな、そう、何を話そうかと思って、結構そのラーメンって入れられたんだけど、何話そうかと思って、結構みんななんかタイプが違うんで、ラーメンって言ってもなんか野本さんとかは結構大食いタイプだし、大里とかはいろんなところいろんなお店行くしみたいな感じで、なんかあんま共通点ないなと思ったんだけど、一応みんなラーメン屋で働いているか働いてたことがある。野本さんが今昔働いてたことがある。そうだね、昔働いてた。それ以外の4人は今はバイトでラーメン屋働いてるってことで、最初のトークテーマは、ラーメン屋で働いてて良かったことを、ちょっと一人ずつ言ってこうかなと思います。結構、その、バイトで飲食っていうのはやっぱり、候補に入ってくると思う。その中でもやっぱり、その、つくばだとラーメン屋の、ラーメン屋になる可能性っていうのは結構高くなると思うんで。まあ、それは。で、そうね、働いてて良かったことを、言いましょうっていう打ち合わせをしたんですが、なんと僕以外4人が、一緒の理由だったということで。まずは僕が、みんな働いててよかったことを言おうと思います。私、杉浦は、そうですね、時給ですね。時給がいいから、ラーメン屋で今働いてると言っても過言ではない。っていう感じです。今1時間、言っていいのかな、具体的に。今1時間1200円をいただいて、高くね、いや、そんな高いの今。はい。ラーメン屋でしょ、サウチも、はい、サウチは今1000円。サウチと僕が今同じラーメン屋で働いてるんですけど、サウチは今1000円。いや、それでもこれ格差。やば。サウチ格差や。一回昇級して今1200円で、やっぱりその時給がいて、やっぱモチベーションが。びっくりしてたら、みんなびっくりしてたら、杉浦さんの時給高い説得力なくないですか、これちょっと。いや、ありえんよ、ラーメン屋で1000円。やばくね？でも、一応自分も1000円ですけどね。うん。すげえ。俺もなんか、あと1個仕事覚えたら1000円に上がるぐらいです。
え、みんな、ね、言ってないんですか？作る方を覚えたら。僕、2年間働いたけど、950円とかだった。とか、ラーメン屋でもこんなに格差があるんだな。ちょっとずれてきますね。昔、ラーメン屋の前、僕、コンビニで働いてたんですけど、その時って今、時給が300円ぐらい違うんですよ。そうだろうね。そうすると、モチベーションがやっぱり、結局、なんだかんだ時給、バイトって時給なんだなと思うんですよね。やっぱり、時給が高いとちょっと辛いことがあっても、まあ、頑張ろうと思えるし、やっぱりそれは、やっぱりラーメン屋働いててよかったなっていう、思うところです。じゃあ、他の皆さん。皆さん、フリップ一斉にオープンしますか。はい、はい、せーの、ドン。見えてるかな。いや、そう、ジーグスな。すごいね、みんなそんな、そんなに。これさ、僕逆になってるよね、やっぱり。いや、大丈夫です。ノモさんは逆に見えるんですけど、ちゃんとこっちからはちゃんと見えてるんですよ。あ、OK です。で、サーチから聞いていこうかな。まかないがうまい。まかないがうまい。まあ、その一言に尽きるんですけどね、本当に。まあ、基本的に、まあ、つくばの飲食、まあ、ラーメンに限らずですけど、まあ、多分まかないはただで食えると思うんで、これは本当に、ラーメン屋で働くメリットとして一番に上がるものは、やっぱまかないかなと思いますね、本当に。はい、以上です。さ、うちってさ、一種類じゃん、まあ、大雑把に。飽きない、ね、そんな一種類のやつずっと。いや、まあ、まあ飽きる人は飽きるんじゃないですかね。まあ僕はまあ食えますけど。いや、ちょっともう悪口になってきますから、そんなことな。確か確かに、店長見られたら時給下げられるかもしれない。確かにサーチに深掘りすんのやめとこう。あ、じゃあ大里くんは、まかないということで、うん、全メニュー食べれるし、なんかまあ15分って時間が決まっちゃってるんですけど。あ、決まってるんだ。その中でだったら何杯でも食っていいし。一杯しかねえやろ。15分もそんな食べないよ。で、何だったら、ある程度社員からの信頼を得れば自分でラーメンを作れるから。あ、杉浦さん、なんか時間の制限がなくなりましたって聞いたんですけど。あ、大丈夫じゃない？大丈夫？これ今、多分解除したと思うんだけど。あ、大丈夫です。大丈夫。あ、ごめんなさい。え、大阪のところは無料？まかないは。まかない無料。確かに無料でね、全種類食べ放題なんだ。うん。結構いいかも。それ種類があるとこのラーメンは結構いいかもね。まあそうだね。まあ秋が、あ、もう来ないし。別にうちが飽きたっていうわけじゃないけど、別に。あれ、うん、まあ、三井さん、あれ、これ三井さんのところも結構いろんなところ、いろんなラーメンありますよね、種類。食べられるけど、うん、でも、まあ、イーヤスの方でもさ、やるけどさ、はい、イーヤスのフードコート内のところだから。ああ、そっか。あと、その、なんていうの？で、他の4人とは違って、なんかチェーン店だから、チェーン店っていうか、はい、全国展開してるところだから、なんか結構、まかない食べられるけど、お金取られるんだよね。ああ、うん。何割ぐらいですか？なんかね、はい、その、前まで、190円ぐらいだったんだけど、多分、業績がちょっと悪いから、300円ぐらいになってる、今。結構ありましたね。結構払うな、まかない。まあでも、その、全部300円なんで、その、だから1000円ぐらい食べようが。高いやつ食べても300円っていうこと、まあ、うん。結構高いやつ選んで食べてるんですか？そうそうそう。あとそうなりますよね。そうそう。チョコレートラーメンとか食べてる。チョコレートラーメンはいらないバレる、バレる、店がバレます。バレる。やってるところ一つしかないですよ、それ。何それ、あったまり。見たことなくて、もうやっぱ初めてラーメンとチョコレート組み合わせた食べ物とか初めて見たんで。醤油ベースですかね、醤油ベース。醤油ベースでチョコレートラーメン。革新的なね、うん、ラーメンだよね、これは。チョコレートの風味がするだけで。一番いら。うちはチョコレートラーメン食べました。醤油ベースのチョコレート風味のラーメン気持ち悪いだろ。しょっぱさと甘さが控えめにこう香ってくるっていう。え、美味しかったですか？いや、美味しくねえよ。
ちょっと待って、これ本当に流せるのかな、これ本当にもう。これカットじゃない。やばい、これカット。ちょっとこれ流せないと、もっとボミかもしれないです、これはちょっと。お客さんによっては食べてる人もいたよ、なんか。ああ。うん。シュプレートラーメン食べ、頼んで、はい、帰ってきたら汁まで、はい、汁まで全部飲んでた。あ、うん、あ。じゃあ人によるっていうか、人を選ぶラーメン。うん、そうね、罰ゲームですよ、たぶん、客も。まあ、金払ってるし。待って、これ流せないかも、本当にもう。流せないよ、こんなの。俺、首だわ、これ、首。首。サーチョン、お前、その会社からお前、その前場所来るよ。脱線そうだね、次、野本さん行きます。野本さんも、まかないは、どんな感じですか、はい、野本さんが働いてたところも。そうだね、なんか仕事を覚えるまでは、うん、とりあえず全種類のラーメンを食べるんだけど、うん、まかないで、なんか作り方を覚えるために。で、仕事を覚えたらもう自分で適当に何でも作ってよくて、なんかラーメンに飽きたら自分で丼とか作ってたから、なんかサイドメニュー唐揚げとか餃子とかあるから、うん、それで適当に丼とか作ったりしてた。で、ちなみにうちも、あの休憩時間15分だったから、15分でもう食べきらなきゃいけない、結構きつかった。うん、それ大変っすね。うん、あとトッピングとかも結構自由で、なんか何のせてもよくて、味玉とか全然何個でも乗せたんだけど、なんかチャーシューだけ枚数制限があって、あの毎なんか一時ちょっとチャーシューにハマった時期があって、毎回まかないで10枚ぐらいチャーシュー乗せたんだけど3日間連続くらい続けてたら、さすがに社員さんに怒られて、チャーシューはあの5枚以内までにしてって言われた。野本さん特別ルールですか、それ。いや、なんか他の人はやっぱいなかったんだって、こんなチャーシュー見たことねえよって言われて。以上です。お返しします。豚高いっすもんね。そうだね。やっぱ。あれもあれ、余った豚とか俺持ち帰れるよ。いいな。あ、でも、あ、すごい。俺は今冷凍庫にめっちゃ眠ってます。めっちゃいいじゃないですか。うちもたまに豚くれるの、店長が結構。くれるの。そうなの。なんかそう。サウチもらってるじゃん。サウチがなんか前店長に、あの豚明日来たらあげるよみたいな感じで言ってくれて、で店長がサウチのために豚選んだりとかしてたの。じゃあなんかサウチから LINE が来て、なんか今日雨なので行かないですみたいな LINE 来て、店長めっちゃあ、そういう断り方もありなんだ、雨だから行かないみたいな。今日雨なので行かない、なんかごめんせんとかの文字とか一切なくて、今日雨なので行かないですだけで、店長すごい怒ってたっていう。それは怒るだろ、なんで雨なんで行かないですけ、こういう断り方も。バイトの日じゃないですよ、それは。あ、そういうこと。いや、だって今日豚欲しいかみたいなこと言われて、なんか豚の丼ぶり豚あげるっつって、ああじゃあありがとうございますっつって、でもやっぱり雨やったんで、やっぱり歩いていかない。あ、その店長が悪いな。それ店長が悪い。そうっすよね、杉浦さん、ちょっとあの言い方がマジですよ。まず僕のバイトをブッチしたみたいな言い方をするんだ。バイトブッチしたらやべえだろ、雨で。それ雨でブッチしたらやばい。やばいな。確かにちょっと。ゆとり世代の断り方だ。言い方が良くなかったかもしれない。え、でもさ、なんか、ラーメンしか食えないの？他の人は。僕たちは商品がラーメンしかないんで。まあ、そうだよね。とかないんで、もう、ラーメン一択です。自分は全部ですかね。てか、なんだったら、なんか他の店から取り寄せるっていうのもできるらしいです。麺とか。まかないのためにですか？てか、なんか、まかないがなんか次の限定開発の時間みたいな。扱いになってて。っていう感じですかね。そう、次の話題いきますか。うん、で逆にラーメン屋で働いてきついこと、まあ、ここはあえて本音を言っていきましょう。ここは、まあ、やっぱりいい、やっぱりバイトも、まあ、どの業種もそうだと思うんですけど、やっぱりいい面ばっかりじゃないんで、やっぱりいい面があればその分やっぱりちょっと良くない悪い欠点とかもあるので、それをちょっと
いきたいなと思います。ということで、またサウチと僕が今度は被ってしまった。ということで、サウチとフリップ出しますか。はい。忙しい。それなら俺もだよ。ミツイさんもっすか。うん、まあ、限定だけど。ああ、どっちか忙しい。うん。まあ、忙しい。そうですもんね。結構、フードコートの中にあるところだと。ああ、そっか、フードコートは特に。そう。ちょっと大変そうっすね。いや、忙しいね。フードコートは。めっちゃ人来る。土日はないよ、もう。その分、平日はクソほど楽ですけど。そうだね。うん。平日はもう喋ってたらもうバイトが終わるから。本当に。いない時は本当にそれで終わります。休日は喋る暇がないぐらい忙しい、ね。この楽さが本当に、はい。うちは結構最近、サウチと僕のところは平日、土曜日関係なく忙しいですよ。なんか平日夜でも全然混むときは混みますし、みたいな感じで。そうですね。結構やっぱりラーメン屋だったら、こう、回、なんていうんだろう。こう、回転率がいいから、結構そ。そうだね。うん。すぐ食べて。それで忙しくなっちゃいますよね。キャパどれぐらいあるの杉浦のところは。何すか、その、何人ぐらい入りそう店の中に。はい、どうですか。20ちょいぐらいですかね。15前後。まあ、結構、今ちょっとコロナの、あれでちょっと価格が来て座ってもらってるんですけど、ちょっと座ったら15前後はちょっと入ると思います。15から20。15、ま、あ、マックスで、マックスで頑張って入れたら。ちょっと狭いのか。まあ、ちょっと狭いですね、そうですね。その結構かん、なんていうの、席の配置とかもいろんな作業しながら考えなきゃいけない。うん、なんで6客さんがいたらその人数聞いて、うん、そうだ。だからこう座らせようみたいなの考えなきゃいけないんで、そこはやっぱり大変ですよね。めんどくさいよね。まあめんどくさいというか、まあそうですね。たまに案内せずに勝手に座るお客さんとかもいるしね。ああ、まあまあ、そういますよね。ちょっと待って、どこまで行っていいんだろう、これ。どこまで行っていいんだろう、これ、ほんと。行列並んでるのに、途中で車も乗ってる人もいますからね、ほんと。あれ？僕のところ全然聞こえなかった駐車場、駐車場、駐車場でしょ。いや、行列並んでるお客さんが勝手に車に戻るんですよ、マジで。あー、確かにそれ。あー、なるほどね。やった、グッともらえた。どうやって消すの？いや、それ押さなかったら多分消えると思います。あ、勝手にと。別の種類出すやついますよね、この反応。このグッとパチパチ以外に。あ、そうなん？有料コンテンツなんですかね。ああ。あれ。よし、じゃあ次の人に聞いていきますか。じゃあ大里はなんかきついことある？今ラーメン屋。きついとこっていうか、さっきのまかないに関することなんですけど、まあ、太ります、ね。いや、それは、なんとかなりますって、それは。それは食べる量を減らせばいいんじゃないの？食べる量を減らしても管理のあれやろ？ことじゃないっすって。なんかもうまかないがうまいからついつい食っちゃうんですよ。そしたらいつの間にか太ってました。この自粛期間太った？痩せた？どっち？体重。いや、なんかいい機会だからダイエット始めちゃった。おお。じゃあ、まかないとかもあんまり食べてないですよ。そうだね。おー、やっぱみんなというかダイエットする人はするんだね、この期間。ラーメン屋のデメリット太るって言われて、ああなるほどねとはならんけど、みんな。いや、本当個人の問題ですからね。確かに自分の問題やろってなる。大里の体質の問題かもしれないし。え、大里のところは忙しい？結構その働いてるとき。いや、忙しいよ。あの、まあ、多分こっちはマックスで。マックスで19席しかないんだけど。うんうん。で、テーブル席2つしかないから。あ、ね、カウンター。そう、家族連れとか来たらめっちゃ困るよね。そか、もし、なんか4人とか5人が来たらテーブルあくまで待つの？ストップ。とか、あ、テーブル希望だったらまあそれ待つけど、
バラしていいんだったらバラしたり。あ、バラしていいんだ。なんか臨機応変にやんないって。え、もしさ、絶対テーブルがいいですって言われたらさ、その、一般前後はしない？次の。順番前後するよ。あ、するんだ。ガンガンしてくる。言われたらさ、しないんだよ。そのお客さんはやっぱりその、うち、このお客さんテーブルがいいですとか言われたら、そこも待つんだよ。結構それ大変だよ。大変なんだよ。そう、うち基本、結構、基本順番前後させないからさ。まあなんか、それはあれかもしれない。うち、地方チェーンで。あ、チェーンなんだ、一応。一応なんか、茨城限定で多分7個か6個ぐらい店舗があって。それで、ここが特に単価が低いから、回数いっぱい出さないとみたいな。ああ、なるほどね。回転率っていうか、まあ、いっぱい来てもらって、いっぱい出してっていう感じしなきゃ。なるほどね。最後、野本さん、野本さんが働いたことは何でしょうか。そうですね、ちょっと僕は見えるかな。いや、まず1個目が、はい、服にやっぱどうしても油がついちゃって、ベトベトになって、洗うのが大変っていうことと、まあ、2個目がやっぱ終わるのが遅いんだよね、すごい。締め作業して、帰る時間。もう早くて12時、0時とかだったかな、僕がいた頃は。もう確かにそれ結構日付超えるとちょっと。だからね、ソフト部は朝練がどうしてもあるから、朝練の前日とか。前日とか入るときついですよね。もう入れなかった。無理、入れれんかったもん。そうですね。きつくて。あとその、なんだっけ、バイトのその T シャツもまあもらうんだけど、はい、その店から、はい、もらった時点ですでにちょっとなんかもう油のベトベトがついてるんよ。これはもう洗濯してものかないからって言われて、もう触ったらヌメヌメするんよ。あ、はい。新品をもらわないですか。新品をもらわない。いや、もらわんかった。最悪や、そんな。もうね、きつかったね。あ、もうすでにベトベトじゃんと思いながら来てた。みんなはね、人が着た服あんまりよく思う人あんまりいないのに。そうだね。あのやつなんてもっと最悪や。みんなどれぐらいなんの、締め作業終わって帰るの。でも大里のところはどんな感じ。10時閉店で、まあマックスで遅くても10時45ぐらい。まあ、45分ぐらい。でも社員がその後残ってたの11時ぐらいまで。ああ、バイトだけ先帰るみたいな。そう。ああ、そんな感じなの。ああ、早いね、結構。早いし、結構早い方ですよね、多分、つくばの飲食。結構早い、11時に帰れる。三井さんはどうですか。まあ、やっぱり、いい休みフードコートだから、ラストオーダーが8時半なんだよね。ああ、早いっすね。そう、だから、本当にもう、9時半とかは帰れる。忙しくても、9時45分ぐらいには帰れるから、だからまあ、次の日朝練あっても普通に、バイトに入れるけど、そうですよね。でも、夜遅くまで働けないから、まあ、なんか6限後に、そうね、6限後に入りたいとか、なかなかあんまり稼げないかも。まあでも、土日の、まあ日曜日は練習ないから1日入ったりとかは、で稼げるけど一応。フードコートはね、閉まるの早いよね。ですよね。結構早いですね。だって9時半に終わったら深夜休とかもないっすもんね。ないね。ノースさんは深夜休ありますか？12時まで出て。なんかね、多分あったとは思うけど、忘れた。あんまバイトの給料明細見てなかったから。確かに、バイトの給料明細で喜ぶのって結構最初の方だけですよね。そうだね。なんかもう、ある程度分かってきたら、もういいやって、捨てるもん。もらった後。最初の方はもう、バイト中時計見ながら10分でいくらとか15分でいくらとか考えながらやってましたけど。いや、考えないでしょ。考えないね、それ。
本当ですか？あ、今5分働いたから何円稼いだとかとはならない、ね、そんなこと考えたことないですよ、僕。本当ですか？あれ、俺だけか。じゃあ恥ずかしいな、今。今の服、このカットなの、ここ。いや、今のカットじゃないですよ。今のカットなの、ちょっと。フォアカットなの。店長に聞かれたら困るもん、ちょっと。カットしていこう。うちのところは9時半にラストオーダーというか閉めて、10時半。締め1時間で10時半なんです、夜は。なんですけど、その、固定給というか、タイムカードみたいなのがないんで。早く終わらせても10時半だし、遅く終わらせても10時半なんです。だから、締め早く終わらせよう、頑張ろうって感じなんです。いや、いいかも。結構、これだと結構やる気出ますよ、みんな。僕、寝ないですけどね。ゆっくり締め作業したいですけどね。これ、店長に言っとくからな、これ。もうサーチの今日の発言全部店長に言っとくから。だからバイト後、その急いで締め作業して早く帰るか、まあ、ゆっくりダラダラしながら帰るかの2択、僕ダラダラしたいんですよ。いや、早く帰りたいな。一人なんか僕たちの僕のところで働いてる人がなんかちょっと面白い人がいるんですけど、結構締めをダラダラやって、例えば夜だったらその11時くらいまでとかかかって、そしたらちゃんとなんかその事務所にあるカレンダーみたいなところに、なんか11時まで働きましたみたいなの書くんですよ、その人。固定給料もらうために固定給なのに、固定給なのに、ね、ちゃんとちょっと頑張ったからみたいな感じで。え、それはもらえてんの？いや、どうなんだろうね。俺も聞いてないし、わかんないけ どもらってんのかな。そしたらさ、みんなダラダラやっちゃうよね。ダラダラ長引いた分だけもらえるんだ。そうだよね。そうなるよ、ね。そうなっちゃいますよね。この発想はなかったら。うん、あるやろ。あるやろ、それは。誰しもが思うわ。他の、次の話題いきますか、それ。決まったのね。ちょっと任せるわ、それは。杉浦の。大変なこと杉浦なんで。じゃあ、魔の3番やってきました。フリートークです。フリートーク、じゃあ僕が当てた人がちょっとなんかラーメンに関するなんか、エピソードでも好き。じゃあ僕からいきますか、じゃあ逆に。ああ、頑張って。僕、ラーメンのエピソードは。いや、逆じゃないっす。逆じゃないっす、別に。マスか。もういきますか。でも司会者から言ってけっていう。僕、ラーメンのエピソードが1個あって、去年、エコパっていう静岡の、なんかスタジアムのラーメンフェスタみたいなのがあって、そこにうちの店が出店して、その手伝いに行ったんですよ。で、土日だったんですよ、その、ラーメンさんにフェスタみたいな。でも土曜日練習あったん でみんな金曜の夜車で行くって言って、だからその金曜の夜車で来れないんだったら来なくていいよって言われたんですけど、あの電車賃自分で出すんで行かせてくださいって言って、土曜日の午後に行って一日働いたんですよ、そこで。それがめっちゃ大変だったんですよ。常に50人ぐらい並んでて、本当に最初から最後まで、列が途切れることなくずっと続いてて、さっきラーメン屋のきついこと忙しいって書いたんですけど、多分あの忙しさ経験したら絶対に日常生活は、日常の普通のミスは絶対 楽になります。そんぐらい忙しかったです。しかも静岡まで電車賃払って、そう、電車賃そう3000円ぐらい自費で行ったんだよ。掛川でしょ。掛川、そうそう、掛川ホテル代はその店が東の方じゃないし、もうほぼ、しかも電車賃節約するためにあの鈍行で行ったんですよ、新幹線使わないで。熱海で乗り換えてって感じで、静岡、次静岡に乗り換えてみたいな感じで。っていうのが自分のラーメンエピソードですね。それも今年中止になっちゃったんですよ、こんな状況なんで。あ、まあそうだね、去年行っといてよかったなっていうのは思いますよね。ラーメンに関するなんかありそうじゃない、いっぱい食べてるから。え、
なんかいっぱいいろんな店行ってるからさ、ないの。なんかな、エピソード。俺？うん。ラーメンのエピソード。あ、ラーメン専用のインスタグラムを作りました。それの投稿が今、去年の1月末ぐらいに始めて、800投稿行きました。1個とかじゃないんだね。なんか、1日何個も投稿して。やばい時はもう3食でラーメンとかありました。それ太るわ。すげえな、よくそれで死なないな、毎日ラーメン食べて。朝ラーメン食べる人ってすごいよね。いやー、なんか朝ラー専用の店があるから。ああ、やっぱそれあっさり系のみたいな。そうそうそう、めっちゃあっさり系。えでも家系って朝から食えるんじゃないですか。確かに朝の家系は結構結構ありて本当に人気だよね。本当に結構人気ですよ。はい、朝の5時とかの家系は。何それ、あっさり系、あっさりとかしてんの。普通に家系なのそれ。いや多分普通の家系、はい、入らないよ朝から。あ、徹夜で飲み会した後とかの家系じゃないよ。いや普通の朝ごはん、朝まで飲んでてこのあと家系行くかの家系じゃない。普通に朝起きて、あー眠ってなって家系行くかとはなる。家系行くか、家系言うか、そのなる、腹に入れるかみたいな感じで。自分も今日バイト昼入ってきたんですけど、ラーメン屋11時半か10時40分ぐらいに朝ごはん食べて、で11時ぐらいに家出て、でもお店着いたら結構並んでる人たちいたんですよ。よく朝からこんなラーメン食べる気になるなって思って、うん、さっき自分は朝ごはん食べたばっかりなのに。それは昼飯じゃないかな。僕の朝ごはんが遅いだけですか。遅いだけです。僕らの言ってる朝飯って多分7時とか8時とかに食べるやつなんだよね。だからそういうやつも家系は人気っすよ。あ、マジ？そんな朝から家系なんだ。朝もっともっと朝5時ぐらいの家系がなんか人気みたいな。ああ、うん。よく聞きますよね。なんか吉村絶対の。ん？朝4時回転だっけ、あそこ。家系の。朝まで飲んだ人用だよ、それは。いやいや、みんな並んでるんですよ、朝早く起きて。え、あ、え、どこ？吉村なんだっけ。あ、吉村屋？ YouTube に行くの。そう、朝3時だっけ、あそこ。朝4時だっけ。4時ぐらいだったと思う。いやね、朝4時でめっちゃ並んでるんですよ。いや、やばいよ、ね。吉村屋っていうところが。あの、昼のピーク時は、なんかもう、前の道路、ブワーってめっちゃ30メートルぐらい並んでる。そう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 。その前で、ゆで切りな、あの、麺ゆでの練習させられるんだよね、タオルで。知らない？え、何ですか？僕も、そうそう。見させられました、それ。最初、YouTube のやつでしょ。その吉村屋のやつ見させられる。やった方が練習になるみたいな感じで、店長に、そう、新入り、麺ゆでの練習させられるんだって、タオル。みんな。そう、並んでる人の前で。並んでる人の前です。きつい。それで恥ずかしさを捨てるみたいな感じで。いや、そんなことしなくても。わざわざ。これカットだろ、多分。カットっすか、これ。確かに吉村屋からなんかちょっと言われたの。確かに。これ見るか、吉村屋。確かに。わかんない。ソフトボール部に苦情が来るかもしんない。ちょっと野本さんの大食い話聞きたいです。大食い？はい。なんか。大食い？はい。大食いじゃなくていい。大食いの話はね、そんな、あ、まあ、ある。けど他にもっと面白い話があるんですか。いや、面白くはない、別に。うん、まあ、大食いの話は、あの、僕は別にそんななんか太ってるわけじゃないし、がたいがそんな特別いいわけじゃないから、大食いに行くと、あの、大食いに行くとっていうか、その麺の量多いやつ頼むと、結構その店員さんから、あの、残さないでねとか言われちゃうんだよ、やっぱ。ああ。本当に食べれるのみたいな、ちょっと半切れで聞かれて、もう食べれますよって。もうちょっとこっちも怒って返しちゃうんだよ。食べますよ、そんな。当たり前じゃないですか。
ていうのがまあ、ね、大食いのエピソードが1個あって、で、あのバイト中の僕の中のそのひそやかな楽しみ、ラーメン屋の楽しみ方があって、バイトでの、はい、あのオーダーを予想して書くっていう楽しみ方です。それ僕もやってますわ。この人はこの人は二郎系ラーメンの特盛りぐらい食うやろみたいな、もうか最初にまずオーダーに書いて、ご注文何なさいますかってこう聞きに行く。で当たったら楽しいし、外れたらもうババーって消して新しいのもう一回書き直すっていう楽しみ方をやってた。結構リスキーじゃないですか、消すの忘れたりとか。二度手間、二度手間、それ、消すのは。一回、なんか、うん、太った、結構太った女性と、ちょっと細めの男性っていうカップルが店に来て、で、ラーメンの特盛りと、普通盛り頼まれたんだよ。で僕、その時も急いでたから、結構忙しくて急いでたから、あれこれどっちがどっちの注文だっけってなったんだよ、はい、特盛りとその並盛りがあれこれ太った女性と細めの男性どっちがどっちだろうなと思って、で持っていくときにいやこれはもうこうだろうと思って太った女性の方に特盛り出して、あの細めの男性の方に並盛り出したらいや逆ですけどみたいなちょっと怒られたっていうエピソードもあります。迷うなそれ。結構ね、その2名は知り合いですか、いちいちに来たんですか。あ、そうそうそう、一時じゃないわ。確かにちょっと怒られますね、それは。カップルで来てて、はい、ちょっと僕の、ね、偏見、独断と偏見で、あなたは特盛りですね、みたいな、あなたは並盛りですね、みたいな渡したら、いや、ちょっと間違えてますけど、みたいな、ちょっと怒られて。失礼ですね、失礼。うん、失礼だったね。でも僕も今日、女性のお客さんで、僕より小柄で身長160いかないってないぐらい、ほんと細い人で、あの1キロ頼んで、やば、1キロ頼んで、僕が茹で前の重さで、茹でたら 1.5 倍とか2倍ぐらいになりますよって言って、大丈夫ですって出して、すごいな。すごいですよ、1キロ。僕、1年以上働いて見たの、多分 2人目か3人目ぐらいですよ。それをね、あの細めの女の子は食べ、はい、食べてるんで。ユーチューバーとかですかそれ。いや、撮ってなかった、撮ってなかった。え、可愛かったですか。え、こういうことを公開できるんじゃない。笑うな、そこは可愛いって言っとけよ。そこは可愛いって言っとけよ。なんで笑うんやいや、だから年齢も結構なんかそういう結構一丁あるけど結構お年を50代とか60代ぐらいで。すごっ、マジな、ドキドキじゃないですか。それで女性の細い方で1キロ食べてて、しかも俺に粘ってとかじゃなくてとかで、粘ってとかじゃなくて普通に軽々しくで、その多分夫が300、夫は300、普通の麺の量を頼んだんですけど、同じ結構同じぐらいの時間で食べ終わって、やばやば、あ300と1キロが同じ時間に終わったんだ。すごいね、50代の女性、細身の女性がそんな食うんだ。いると思います、はい。それちゃんと食べてるところ見た？やめました、やめました、ステイス。パッパーに入れてたりとか。隠れて。隠れて、実はちょっと、残しにくいからみたいな。そう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 。よし、じゃあ最後の話題いきますか。どうぞ。最後は、つくばのおすすめのラーメン屋を一人ずつ、じゃフリップで上げていこうかな。つくばのカウチから。はい。一人ずつでいきますか。じゃあ、上げんのも。そうね、かぶったら、うん、そうね、ちょっとまた、ちょっとその人が出す感じで。出す感じで。確かに、これは唯一、打ち合わせしてないもん、ね。え、これは一つじゃないといけない。いや、いいよ、いっぱい出しても。君のいっぱい。じゃあ、サーチして。いいですか。いいよ。僕は、ムジャヒというラーメン屋さんですね。はい。はい。はい。まあ、大里さんが働いてるとこなんで。言っていいんかい。なんで、ここまで隠すタイミングないじゃん。いや、別に俺はもう大丈夫です。本当本当え、俺は多分大丈夫。あえて隠してて、俺は。あ、そうなんですか。まあいいよ。ムジャヒはどんなところが美味しい。
や、まあそうですね、まあ一番を挙げるとやっぱコスパがいいっていうのは、まあ8分ぐらい出せればもう腹10分目まで満たされるし、いくらぐらいだっけ、無邪気って、無邪気でも870、はい、まあまあまあ、そうなの、確かに高くマックスで安いやつ730、だから大盛りがタダで、しかも後に追い飯をしてくれるっていう、学生にとっては最高のお店です、本当に。しかも美味しいですし、何回も行きたくなるお店です。ありがとうございます。もし大札さんがいるときに行ったらサービスしてくれるんで味玉くれるよね、大札がいるときは、はい、いや、あのなんかもしそれ知ってて来てくれたりとかしたら俺もいくらでもつけますよ。じゃあこの動画見てきましたとか言ったら、あ、いや、そしたらもう、はい、え、この動画見てきましたって言ったら、この動画見てきましたって言ったら何くれるの。え、別にトッピングだったら何でも。本当、そう、結構自由なんです、そういうのは。え、っていうか、うん。そうだね、うん。もうある程度社員の信頼をしているから。そうなんだね。結構さ、もらった料金とさ、出した。すぐあまりにも合わない、ちょっと問題にならない。いや、大丈夫。大丈夫なんだ。っていうか、あれだね。今いる社員と俺どっちのがあの店いるかってさ、俺の方が長いから。バイトの方が歴が長いっていう。あの、みんな移動して働いてんの？え、でもまだ1年ちょいぐらい。あ、でも1年ちょいでもそんなベテランの域なの。はい。でもなんか、うん、なんか人事異動が結構多くて。あ、そしたら無邪気、あ、違う、そう、そう。ちょっと言ってる店は。あ、言ってない。完璧に、カットカットで。チェーン店内移動ってこと？そんなことあるんだ。じゃあ、つくばに来たときはぜひ無邪気に。来てください。待って、なんか動画の締めみたいになっちゃった。言いますか。僕は、山岡屋です。結構チェーン、これもチェーン店なんですけど。北関東ですかね。北関東のチェーン店の家系で24時間行って。店内入ると、まず匂いがすごいんですよ。なんですかね、ガラの匂いですかね。うん、あれがすごくて、でもあれがね、やっぱりやめ中毒になってるの、あの匂い嗅ぎたいって思っちゃうんだよ、やっぱり。いや、わかんなくはない。自分はネギ味噌ラーメンとライス、結構好きなの。やっぱあれ、家系はやっぱりライスつけたくなるよね。うん。つけたくなるね。なりますよね。なるね、家系は。今、自粛期間中ですけど、早く行きたいなって思うんですよ、山岡屋。開いてないんだっけ、山岡屋って。いや、開いてるは開いてるんですけど、多分時短営業じゃないですか、今。分かんない。今、解除されたと思うんですけど、緊急事態宣言の時は多分時短営業だった気がします。へぇ。いや、早く行きたいっすよ、もう山岡屋。なんか、ここなんかサービス券みたいなのがあって、なんか、50枚、なんか、5枚貯めると、なんかライスとか、10枚でラーメン1杯みたいなのがあって。10枚貯めると、山岡屋の T シャツもらえるんですよ。いらん、それは。それはね、後ろに山岡屋って書いてあるよ。ここまで食べることないのよ。それもらいたいです、早く。50枚だから入ってるように。いらんのよ、それだったらラーメン5杯頼むのよ、10枚。確かに、いや、ほんとそう、T シャツ1枚だったらラーメン5杯の方がいいです。つくばの山岡屋は駅の南の方。南ってあの通り、大通りのところに。サイエンス大通りのところだっけ？サイエンス大通りのところ、そうですね。うん、あんまり遠くないんで、ぜひ、つくばに来たときは、山岡屋来てください。この締めで合ってんのかな。じゃあ次、大里。クリップを2パターン用意したんですよね。すごい。どんどん入ってるんだ。ちょっと書きすぎて、思いのほか書きすぎて、っていうパターンがこちらです。おいおい。多いな。おいおい。ああ、はい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 。で、上から、つけ麺混ぜそば系が、無邪気、アブトラ、マルチョ。とか、オレミッチ、シオンとか。で、下がまあ、いろいろあるとこ。七福、まあ、市川はまあ、有名だと思うんですけど。で、一徳っていうのがもう、肉がめっちゃうまいんです。
あれね、あそこもうラーメンじゃないんだよね。あそこもうチャーシューを食べに行くとこなんだよ、麺がおまけみたいな。そう、麺がおまけでチャーシューを食べに行く。え、どこにあるんですか？松代の方。なんじゃそら。西の方だね、ちょっと。まあ、これを、まあ、一個だけあるんですけど、まあ、それを厳選したのがこちらになります。なるほど。まあ、無邪気は選抜したのか。うん、無邪気は外せないけど、無邪気とアブトラは絶対外せない。で、紀元門はまあ、なんか、つくばがラーメンの町って言われた、なんか、あれ、紀元のあれだから、まあ、外せないだろうっていう。その中の一番は決められない？もう。そうだね。てか、ファッションラーメン大元っていうのあんま知らないと思うんだけど。知らないね、ファッションラーメンだけを初めて聞いた。他のラーメンは聞いたことあるけど。うん。夜10時から開店なんです。夜10時から3時まで。しかやってないです。5時間？ああ。まあでもここめっちゃうまいんで。で、多分俺、無邪気終わりとか、まかないなかったらこっち行っちゃうんで。結局、行き着く先はラーメンの。ラーメン屋で働いた後にラーメン食べに行くんだね、わざわざ。待って、ファッションラーメン、そのファッションラーメンはどこにあるんだっけ？これは甘い地だね。甘い地か。そんな遠くはない。結構近いもん、じゃあ。近い、むしろ近いよね。あの、いつも多分昼とか撮るとシャッター閉まってて、なんだろうって思ってたら、夜になるとラーメン屋になってる。うわ、めっちゃ近いし。七福と松屋食堂の間ぐらいです。あの辺か。ああ、なんとなくは確かに。はい、ここは、あの、行き過ぎて、その、店長が何でもサービスしてくれます。ファッションラーメン。はい、そうです。でか、ここに乗ってるやつは基本的に全部俺サービスしてもらえるところです。どんだけ言ってんだよ。はい、ぜひ。物語ってさ、ちょっとおしゃれな感じのラーメンだよね。あ、そうです、そうです。なんか、すごいゲーセンが好きそうな感じの、ちょっとおしゃれなラーメン。皿が燃えてるやつがあります。あ、そう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 。なんか、ラーメン食べに来たのに、ね、あれ、ラーメンみたいな感じになるとこなの。そういうとこです。そう。まあ、だから絶対これは、鬼物語は行った方がいい。なんかラーメンに対する価値観というか、そういうのが変わりますね。人生観変わる。人生観変わる。価値観の話だった。まあじゃあ、自分からは以上です。ぜひ、つくばに来たときは、この、まあ、いろんなところの中でも、ぜひこの4つに行ってみてくださいっていう感じで。で、次、三井さん。俺も地味に、ってか、大里が出しすぎてかぶってんだけどさ。スガキアだ。スガキア、スガキア。まあ、なしで。まあ、紀元門かな。うん。なんか、紀元門さ、いろいろ種類あるじゃん。はいはい。でも、あん中でもやっぱり、俺、真空そばが好きで。ああ、真空。うん。ちょっと麺太めだよね。そうっすね。なんか麺太めで、味も濃いめじゃん。そうっすね。そうだね。なんで、まあ、愛知出身っていうのは関係ないかもしれないですけど、自分が、その、麺太めの味濃いめが好きなんで、ああ。だから、その真空そばが好きですね。あれ、紀元門ってさ、チャーシューのなんか焼き方選べるとこだったっけ？そうです、そうです。あれもね、こだわりがあって好きだよ、僕は。6種類ぐらいあるやつでしょ。そう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 。そこっすよね。遠いっすね、ここから。研究学院。だから、家康の会とか食べてみるんですか？うん、そう。いや、あんま行ってないよ。なんか、そう、自転車で別に行ってなくて、うん、なんか車持ちのやつに連れてってもらったりしたときは、食い行くけど。まあでも、基本的にやっぱり、ここら辺のラーメン屋って言ったら、無邪気とか行っちゃうけど、でもまあ、紀元門は好きかな。
あとスガキ屋ね。スガキ屋はつくばには。つくばにはないけどな。ないですよね。ぜひ。愛知県民の人は分かると思うけど。行ってみよう。ぜひ愛知に行くことがあったときはスガキ屋ぜひ。ね、この渋谷。つくばでやることじゃないね。つくばでやることじゃない。一旦つくばに行ってスガキ屋に行くのね。そうですね。つくば一旦挟んで。スガキ屋ありますよね。うん？スガキ屋僕食ったことあるんですか？奈良にあるんですよ。奈良にもあるの？はい。なんかあのスプーンとフォークが一緒になってるやつですよ、ね。そう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 。ああ。ああいうやつか。ああいうやつか。スプーンにフォークが先ついてるっていう。はい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 。美味しい。めちゃくちゃ安いし。そうっす。スガキ屋食べると絶対親とかそういう大人の層にあの私たちが子供の頃は持って安い値段だったって言われないですか。うん。それスガキ屋じゃないですか。ね、安かった、それ昔だいぶ安かったらしいですけど、ね、そうね、安かったらしいね、うん、それ結構スガキ屋あるあるです、親にそれ言われるのは。でも普通に今も、あれも別に高くはないですもんね、まあ、高くはないけどね、結構リーズ、うん、チェーン店にしては結構リーズナブル、うん、まあそれに関しては自分が行ってるバイト先もそうだったらしいけど、ああそうなんですね、うん、まあ、やっぱり今ちょっといろいろちょっと高くなってます。うん、高くなってるね。どこも値上がりしてるよ、ラーメン屋。そうですよね。うん。最後、大鳥野本さん。これ、あ、聞いちゃった。はい。はい、大丈夫。うい。これ、僕が紹介。あんま打ち合わせしてないですけど、これ最後ですよ、全体の。全体の。任せろ。これでなんか誰かと被ってるとかなったらちょっと誰もね、ちょっと誰も被ってないんですよ、これが。この大里がいっぱい出した中にもなかったからね、僕は嬉しかった。あ、はい、牛茶の本さん出してください。はい、僕が紹介するのはじゃあ角富士っていうね、角富士あ二郎系ラーメンなんですけど、ここ本当になんかね中毒性があって、このラーメンどうしても月に1回は食べに行きたくなる。なんか1回食べたらもう2週間3週間ラーメンいらないぐらいのラーメン、もう結構重たいラーメンなんだけど1ヶ月ぐらい経つとどうしても角富士に行きたいっていう時が来るのよ。すごい中毒性があるとこで、僕が結構大食いをしてたのもこの角富士っていう店かな。マックスで900、1000グラムぐらいの量を選べて、うん、僕は800までは食べた、ここで。おー。そこから上は無理だった。結構相当っすよ。え、通常何ですか、うん、だって。通常は200とか250とかかな。そうです、そこから、はい、課金していって、どんどん麺の量を課金する。はい800ってなったらだって通常の3倍とか4倍ぐらいですもん。な、1200円ぐらいかな、800とか。そうですね、それ切っちゃうなんて普通にすごい。ちょっと遠ちょっとね、あん、はい、あの時は普通にフードファイトだったね。800がフードファイトだった。700までは楽しく食べれたんで。全然もう、楽しく食べれて。あ、じゃあ800もいけるかなと思ったら、800だけ急に器のでかさが全然違って、なんか薄みたいなさ、あのここで餅でもつくんかっていうぐらいの薄になって麺が入ってどんだけでかいと思ってあれはびっくりしたね。800はちょっとフードファイトでした、さすがに。以上です。今はもう食べれないですか。今は無理だね。今もう僕今でも言ってるんだけど、普通に 400g ぐらいでもうお腹いっぱいになる、今は。二郎系っすもんね、そこ。うん、二郎系。二郎系ってなんか、食べれる量と楽しく食べれる量が違うんすよね。うん、違う。美味しく食べる量。それはまた違う。なんか美味しく食べる量過ぎちゃうと、なんか機械的に業務的に食べてるみたいになっちゃうんですそう。そうそうそう。いや、わかりますよ、その気持ち。
ちょっと遠くないですか、金富士。そんなことないですか。ちょっと遠いね。サイエンス大通りの結構。そうですね。でも山岡屋と同じくらいか、でも。そうか、そうだね。山岡屋と同じぐらい、うん、位置的には。車とかないと、ちょっと行くにしては。そうです。あんまり、なんか、駅の方に用事あったらいいですけど、こっからなんか、晩ご飯食べに行こうって言って。うん。駅の南まで行くのはあんまないかもしれないです。ないね。まあ、ソフト部の新刊とかあったら、ちょっと行ってみて。新刊とかもあるんですかね。今いやどうなんだろうね。まあ秋にするみたいな噂ありますけどね。今初めてこの話でソフトボールっていう単語が出てきたんですよ。初めてじゃないですか。そうか、僕らソフト部だったな、そういや。いや、ソフト部だったな。なんかラーメンの話しかしなかったな。あれ言えばいいんじゃない、その部活終わりによく行くラーメン屋とか。ああ、もういや、あんまし行った記憶ないですけどね、僕この1年間。おいとお前ら、連れて行けよ、1年を、2年か。後輩連れて行けよ、練習終わりにラーメン屋に。ちょっと僕は、なんか。来るやつ来ないやつだ。誘い誘い。いや、練習終わってすぐバイトなんですよ、そこラーメン屋働いてて。で、客として来るんですよ。で、僕は店員として接するんですよ。さっきまで練習やってたのに。なぜ、僕らの1個上が4人で、僕らの代が9人いるんで。そうですね、1人、2人を抱え、2人分おごらないといけないのか。そうか、きついな。今の、ここ、ちょっとカットしましょう。なんか仲悪い部活みたいになっちゃうんで、ここはカット。ミスタニカットしてもらえない。先輩は後輩を飯に。ミスタニカットしてもらえない、大丈夫なのかなっていう感じ。結構話しましたね。これ多分1時間ぐらい喋ってます。結構喋ったね。結構。え、1時間もラーメンの話見る人いないですか。映画見ます、映画。おらんなぁ。この知らん男5人。裏で見る新入生の男5人がラーメンの話しろの期間な。時間YouTube 見りゃ YouTube 普通に。YouTube でこの映画で見れちゃいます、ね。誰も見。これ YouTube に上がるんですかね、これって。やだよ。いやー、それはきついな。だって Twitter で1時間も動画流せないですもんね。いや、それはもう編集して編集して2分ぐらいまとめないですか、これ。それやばくないですか。1時間半の動画を編集して2分にまとめるっていうのをね、誰がやるかわかんないけど、ちょっと頑張ってほしいな。なんか YouTube に上がるみたいな、なんかチャンネル作るみたいな、なんかちょっと聞いたんですけど、どうなんですかね。そうなったら自分の出てる動画めっちゃ再生して、自分の出てる動画を再生数伸ばそっかな。いや、そんなめんどくさいことしたくないです。最近って、自分の動画がだって8再生とかちょっと嫌じゃない。僕絶対見たくないですよ、こんな自分の。確かに、ちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしいですよ。これは誰、水谷が編集すんの？どうなんでしょうね。もう頑張って2分にまとめてちょっとツイッターにあげよう、これは。だいぶカットする。だいぶカットする。この誰のどの発言がこの採用されるかがまた楽しみだよ。2分以内に。っていう感じで、じゃあそろそろ終わりますか。はーい。はい。最後、各自が、どうしよう。この、つくまのおすすめの。ラーメン屋、もちろんありますか。どっちバージョンの方がいいね。え、どっちでもいいよ。いや、いっぱいある方。これいっぱいあるからさ、大里のやつが使われるんじゃない？確かに。やつだな。よし、じゃあぜひ、筑波に来たときは、このにぜひ足を運んでみてください。最後ちょっとソフトボールの宣伝をしておきますか。じゃあぜひソフトボール部にも来て、僕たち一緒にこれらのラーメン屋ぜひ行きましょう。
練習はいくらでもおごりますんで。いくらでも、いくらでもサーチがおごってくれます。なんでなんですか。全部サーチがおごってくれるんで。はい。また、ぜひ新刊とかあったら、グランドかラーメン屋でお会いしましょう。それでは。